これはチェーンソーマンのあの曲じゃないか？もう一回やっていいっすか？自分なんか歌いたくなってきたな。はいどうも皆さん、コロンくんです。今日もマリオメーカー実況やっていきましょう。これでクリアしたら君たち大吉だから。かな、吉ぐらいにしとく。さあこちらのコース、え待って、ゴールどこ？自分で言っちゃうタイプね。だって作ってる本人はゴールの作成しないとできないもんな、コースが。まあでも、えどこ、え待って、それはやばいわ。えゴールないんだけど、え何その謎解き。ちょっと待って、30分ぐらい考えそうなんだけど、ちょっとみんな時間ちょうだい。僕にあと2時間の動画の撮影やるんかい。あそういうことね、その地面に埋まってたからっていうことか。あーどっか行っちゃったよマリオ。次。さあ皆さん、今年もクリスマスがもう終わってしまいましたね。どうでしたか？よかった？みんななんかね、いいなんかね、クリスマス。そんな思ってないやつが放つ言葉。いやでも僕はライブのね、そうがあったバーチャルの方であったんで、まあいろいろとね忙しかったわけなんだけれども、みんなもうそれはね、もちろん楽しいクリスマス送ったんじゃないかなって僕は思いながらこの動画をね回してるんですけども、えないって、私何もなかった、ずっとバイト。いいじゃん。いいじゃん。バイトってやっぱ楽しいよね。何課題が多かった、いいじゃん。めっちゃええやん。僕もなんか学生時代に戻りたいな的な、そういうのはありますよね。なんかごめんね、この話題出してしまって。いやいやいや、もう気を取り出して、ほら50コインゲットしたから。あ隠れんなマリオも。これはチェーンソーマンのあの曲じゃないか？えキックバック、えどうしよう、これあ来た、えこれ何、メロディーじゃない感じ、どういうことだろう。チェーンソーマンなんか出てくるってこと、敵が。あそういうことか、えむずくね、ちょっと待って、むずくないか。これ喋りしながらアクションやるっていうことでしょ。えちょっと一回黙って本気でやるわ。よし、アクション系のそういうね音楽コース意外と初めてなのかな。もう一回やっていいっすか？自分なんか歌いたくなってきたな。よしこれやろうやろうやろう、早いね、ね砂嵐があるからちょっと早い。あーよしよし行くぞ。いいね、埋め尽くして冷静まで行こうぜ、いつか見た地獄のいいところ、愛をばらまいて、 I love you 頑張れ、全部待って笑ってくまいはり、努力未来よりは笑ってくれまいはり、努力未来よりもさ、努力未来よりもさ、努力未来よりもさ、はい、なんか忘れちゃってんだ、イエー。あーちょっと歌うはずじゃなかったのにな。今年最後の歌ってみたって言って私は最強歌ってたけど、やばい、キックバックも歌ってしまった、お買い得ですね。なんだお買い得って。あー時間がないよっていうことで、な僕もね時間ないよ、これから母さん来るんだよね。両親来るからちょっと早めに行かないといけないなっていうのがあって、あい全然足りないんだけれども、何これ、えどういうことなんだろう。早くダッシュすれば
そのゴールに近づけるみたいな。あ、足りないで、足りなすぎてか早すぎてもダメなんだと。ちょうどいい感じに止まらないといけないんだね、ここ。いやお前滑るな、僕の笑いとともに。ちょっとやめてやめて、これをここに、あー難しいんだけれども、ちょっとこれクリアできない可能性出てきたぞ。僕もね、ご飯食べなきゃいけないから、うちのお母さんとお父さんがね、まあ年末最後ってことで来るわけなんですよ。うわ惜しい惜しい、そんなこと言いながらもしない、いやクリアできない、ちょっと、いやちょっとね、ちょうど微妙な感じのところで止まんないといけないっぽいんだよな。いやむずい、こいつめちゃめちゃ滑るんだけど、こうギリギリでしょ、ギリギリここで落ちる。いやダメだな、止まるだけじゃダメだ、やっぱ下に下がる行為をしないとちょっと間に合わないね、ここ。いやこれで間に合ってないのもうやめていいっすかやばいんだけど、どうしよう、ここ。わーギリギリなんだよな、むずくない？ということでちょっと話切り替わるんだけど、これで、ね、なんかできればいいかなって、クリアできたらね、まあこの雑談は終わってしまうんだけれども、そうなんですよ、僕ねちょっと両親が来るんで、ご飯をね最後年末最後に食べようよみたいな忘年会的な、家族で忘年会するんで、ちょっと早く急がないと、おい時間ないよガチで、リアルガチで時間なくなってきたよ、どうすんのこれ。あ時間ないと、本当にタイトルと回収しちゃったらもう時間ないから終わりにしようかなこれやばいって、どうすんの。えクリアできるもんなのかな、これは合ってんの本当に。え何かするとか、ジャンプしながらねと、あジャンプしてここで一気に落ちる、あーなんかそれっぽい感じしなくもないか、どうだどうだんだこれ、ここ、いやそういうことね。えこれワンチャン正解の感じなんじゃないの、ここ。あーもうちょっと小ジャンプしてあっちにすっぽり入る的な、そういうことかな、こう。うまい、やばくない、えちょっとマジでスッキリなんだけど、時間増えた気がする次で見てこれ、僕普通に今日ゲーム実況撮ろうかなと思ったら、リーヌくんメドレーみたいな、なんか23位に輝いてたんだけどリーヌラブ、おいまあこれ、あメドレーだったのね、なるほど、すごい音楽系だ。えこれはラン走ればいいのかな、終わったあ終わった、あーなるほど、えなんかストップリの曲も入ってなかった、めっちゃ好きな子やんありがとうございました。次この子よく見たら僕のメドレーもやってくれているね、いいぞいいぞよかろう、じゃあやってあげようかな、今までのやつや、あれこれ今走るやつ、あ走るやつね、これ思ったんだけど僕一回実況でやったことある気がするなこれあーまあ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 、ありがとうございます、ただそしたら僕がやりたかったやつなだけやん、次
はい、やってまいりました。コロンくんへの挑戦状、来ました、来ました。何ですか、小学生が作ってくれたのかな。あー、かわいいかわいいかわいいね。ガボンを、僕色のガボンがいるね、これはね。からのからの、はいはいはい。うわ、なんかちょっと懐かしみを感じるよ。なんか完全に、おお、なんか力技すごい力技ゲームなんだけど。おい、あ、中華優しいな、優しいな。鬼畜ではなさそうな感じは しますね。あ、おー、ゴリ押しだなんか珍しいものを見た気がする。かわいい。ちょっと楽しかった、普通に。ありがとうございます。はい、来ました。またコロンくんへの挑戦状。これ頭を使ってくださいっていう風に書いてあったんで、いや、こういう系のはもう隠し要素のね、なんかどっかにあるみたい。あ、でも26秒とかしかないんだ。はい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 、なるほど。どっかに頭を使えばゴールできますみたいな書いてあったんで、何かね、引っ掛け的なのが絶対あると思うんだよね。おー、なんでそのまま、まあ、進んでいくわけなんだけれども、おー、だよな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 、さよならえ、じゃあそのままさ、もう右に進んでいけばなんかアクション的なのであるのかね、こっち側に。あ、でもゴール条件コイン10枚取らないと、はいはい、できないから。あれ、でもこっち側にさ、さっき10枚のコインなかった？あるよねこれあー、なるほど、隠しブロックがあるのね。はいはいはい、取れない、なんで。あー、こっちにもある、こっちにもある。取れるか。あー、取れた取れた取れた。でもうあとはゴールすればいいのか。死んじゃうんだよね。あ、意外と優しめに作られていてちょっとハッピーよかった。なんかさ、本当に小尺なやつだとさ、おー、マジでどこにあんだみたいなね、鍵とかがあるよ。だからちょっとね、優しくて、逆に優しくてよかった。ここに、うん、すごいすごい、こんなあるの、こんなあるの、こんなブロックあると。あー、取れる、オッケー、いいよ。そして残り13秒残してて、これはゴールでいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。比較的に優しくてよかったわ。さあ、どんどん次のコース行ってみよう。次、勝った者が勝者です。あの、僕これ一人でやるんですけど、みんなでバトルって書いてあるんですよね。あ、どうしよう完全に僕が1位になってゴールするっていう、完全にね、そういうなんかデキレース的なのになってるんだけれども、あー、やばいやばいやばい。なんかちなみに勝った人が荷物を送ることができるみたいな。え、荷物を送ることができる。で、負けた人が荷物を送るんじゃなくて、どういうことなのか、まあ、さっぱりわけわかめなんですが、やっていきましょうか。一人でね、うん、寂しくやりますいやいやいや、年越しはだってこんな感じだからさ僕絶対そうでしょね。なんか文句あんの。おいおいやるやる、どうした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 。うん、一人で楽しいなこれ。まあ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 、普通にやっても楽しいよっていうね、コースなんでいいでしょう。みんななんかお年玉とかもらったのかなっていう日常会話に今ね話すよ僕はどこか行ったとかあるねえ。どこも行ってないのは、またなんかさっきのバイトとかさ、課題とかになっちゃうからやめようよ。僕が行きたいところは、どこもないんですけどどこもないんですけど、あ、でも北海道とかね、いいよね。じゃあ今ちょっと時期的にも寒い気がするから、ちょっと夏ぐらいの、もうそれこそね、そうライブがあるから、その時にね行けたらなみたいな感じでございますよね。はい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 。これでもさ、1位ランキング1位のコースだったから、そうやってる感じなんだけれども、まあそうなんだよね、多分ね、一人だったら楽しい楽しいな。なんかお正月みんなでここ、あ、なんか僕の家とかで集まって多分やるんだろうね、こういうコースを。だからみんななんかそれにね、で勝負しようよみたいな感じで、こうランキング1位とかに選ばれたのかな、うん。だってこれ一人だったらもうどうすんのどうせ、おい待ってろ待ってろ、もういい、早めでいい、早めで、あれ、ここで50個集めてゴールっていう感じでクリアでございますね。ってことで、なんかお正月の話すらもしなかったんだけど、いや悲しい。次、さあちょっとここで難しいコースでもやってあげようかなと。クリア率は 7%、 まあ 7% はいけるか、
10回に1回あればクリアできるってことでしょ。うん、最初にもう死んだねまあだから皆さんね、10回以内に僕はクリアできれば、そういうことなんですよ。マリオメーカーね、なんかさ、マリオメーカー、おい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 、喋ってる前にあのゲームプレイをなんとかせ。最近さ、なんかマリオメーカー実況ってか、マリオメーカー自体ももう少なくなってきてるじゃん、実況者的に。そうだからさ、僕がね、マリオメーカーこうやってもう一回面白く、もともと面白いんだけれども、まだ流行らせたいよねっていうのがありながら、あれだよな、もうの言うて、なんでそこは初見殺しやん。僕はマリオメーカー3を期待しているんだけれども、もう出ないのかな、さすがにちょっともう遅い感じするね。えなんで飛び越えるのって言って、僕をね期待して待ってるんだけれども、やっぱりでも僕と言ったらマリオメーカーみたいなところあるじゃないですかって自分でね言うパターンなんだけれども、あーもう何回死ぬのそこで。ちょっと今日もさ、おすすめのコースを検索していたら、なんか好きなマリオメーカー実況者の名前を書いてくださいっていうデジャブが現れました。違う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 、同じところでミスらないで。そう、もう文句クリアするからね、ここもうミスぎたなっていうところあるから。そしたらもうマリオメーカーやめろみたいな言われてしまうからね。こうしてこうやって、はいはい、でどうやんのどうやんの、ここで一回休憩させて話をさせてくれ。でまあなんかコース書いてあって、おすすめのコースみたいなのやってたら、好きなマリオ、おいなんでやねん、好きなマリオメーカー実況者の名前をどうぞみたいな書いてあるコースがあって、ちょっと気になって見たわけよ。なんか一つぐらい書いてあるかなと思って見たんだけど、誰一人書いてなかったねあ、なんか一人ぐらいいたかな、一人ぐらい、8個目ぐらいあった中で一人ぐらい、コロンくんと他のなんかマリオメーカー実況者さんっていう風に言うと、ちょっとまだまだだな。もうこれからどんどんねマリオメーカーも投稿できたらすると思うんですけれども、そう、ちょっと期待しといてください。マリオメーカーといえばコロン、マリオメーカーといえばコロンではないな、こりゃやばい、もう 7% とか言って、え、なんだったら僕がマイナスを低くしてないか、パーセンテージ減らしてるね、主犯な気がするんだけれども、ちょっと待って、やばい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 、こんなんだからダメなんで、この集中して、もうさすがにトークやめて、ちょっとプレイに集中しよう。ここでこっちにジャンプするのね。でもそうなると、ああ、その右側が開くのか。ようやく中間ですよ。じゃあちょっと真剣にやりたいなと思います。やっぱトークと一緒にやってるとね、ちょっとね、いや、初見。オッケー、危ない。ね、プレイができないんだけど、僕ぐらいになると死ぬよ。さあ、もうお遊びはここまでだ。ちゃんと僕はクリアして、そうですね、お正月も楽しく過ごせるように、今日、久しぶりのこうやってゲーム実況こうやってるけれども、やっぱゲーム実況も好きっていう子もね結構多いから、生放送もいろんなことやってるけれどもね、ぜひ全部よろしくお願いいたします。歌も投稿してるし、ゲームもやっているのでね、ありがとうございます。今日はこんな感じで、ちょっといや結構ガチめにもう親来る皆さん良いお年を。マリオメーカーは今年でこれが最後になります。ありがとうございました。じゃあね、またね。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。